ゆっくり参謀です。ライムです。今日は矢坂の気流2。気流2。気流2ですね。2、はい、ですよ。気流2。しかもここ、あのライム君のライム。そう。ライム。牧師用です。はい、ライム見てる。こっちが醤油、こっちが醤油。赤が醤油。醤油2。こっち気流2なんで。粘着は醤油2だとこんな感じ。気流2は。あ、でもよく見た粘着感だね。ちゃんとキリツー、はい、いっちゃってください。いきます。初めのキリツーです。よいしょ。スリッキーやカウターで、あーあーあれ、ね、いや良くないですか。え、もう真っ端だから。一応真ん中す昇竜2でもない、以前の昇竜でもない、気流でもない、飛ば、はい、ないわけでも、飛びない、飛びすぎるわけでもない、はい、ちょっと軽い、どうぞ、入ってくる、スクライブ、はい、いいっすね。よこれ、意外と評判良くなかったはずなんですよ。これ、いいっすね。あー、ごめんなさい。うわ、おだいした回転面パッド、こっちの方が持ち上げやすいですよ。今一杯でこっちの方が、あ、ぐーってぐーっと程度ちょうど、はいはいはい、バランスがいいです。そしてカットで使用中の間選手に習ってみます。これ何、おー、はい、これ、うわ、おー、よいしょ。皆さん見てますか、アウターですよ。これね、マジか、カットの方がいい。えぇ、ー、反撃もフォアの方がいいです。あ、はい、この硬さがカットしやすいです。うわ、で反撃もフォアがしやすいです。確実、これの勢いがある。これすごいです。アウターっすよ。それアウターなんすよ。からのバックハンド。あー、はいはいはい、いい。あー、むずい。あー、もちろんバックカットもやってみたよ。あー、やカットしやすいな。あ、すいません。あ、どうですか。カットしやすいです。アウターだけど。でもこっちの方が、はい、よりいい。あ、ごめんなさい。うまい、はい、カット、はい、交代。球はすぐにいい球になって、あーやべ、あんま大きいボールだ。あ、どうですか。僕も大した回転やってみるよ。からのバックハンド。まとめると、3号はフォアハンドも良かったんだけど、フォアもバックもカットがやりやすい。ライムはズバリバックは気流2に決定。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。